そうなの？もちもちはそのまま？プリプリは？プリプリパンでお持ちのお客様カピチのホットミルクでお持ちになります。カスタードをお貸ししてもよろしくお願いします。よく決まってからお召し上がりください。念願のタピオカ。飲んで飲んで。イエーイ、どうした？気持ちいいよ。ほんとほんとうまっ。何これ次はあそこです。あそこのタピオカ屋さんに行きます。はしごです、はしご。次のとこがめっちゃ並んでるからここをはしごしましょう。それはここです。ああここでございます。ここはキャラメルミルクティー、はい、M サイズ。 M サイズで、じゃあ氷端末を選びください。お、甘め、氷が少なめ。27番でお待ちのお客様、タピオカキャラメルミルクティー、甘め、氷少なめでお作りしております。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、今回はキャラメルミルクティータピオカ、甘い、激甘に設定したからね。激甘氷設定。タピオカはしっかりしてる、弾力がある。なるほど。では、はい、起こせ、起こせ。めっちゃ弾力がある。どっちが好き？1軒目のが好き。いただきます。めっちゃ甘い。タピオカ飲めてないで、まだ。ああ。こっちのタピオカの方が噛み応えがある。一緒のこと言ってるやん。なあ。分かんないけど、同じミルクティーで比較してないから何とも言えんけど、あっちの方が面白かった。もち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 って感じやったよな、あっちの。これめっちゃ美味しいし、多分やけどこっちの方がすごい並んでたよ、美味しさ。どっちもうん、いやもちろん美味しいよ。美味しいけど好み的な感じで言うとな。以上、タピオカでした。